かけてくるか。これはまさに天才のなせる技。これはお聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。実力ある両チームによる好カード。ここスタークラウンスタジアムは興奮の熱を溶かしています。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。その熱気がこちらまで伝わってきます。さあ、気合を返していこう。タックルが炸裂。ドリブルと見せかけて攻撃。飛行機の華麗な技だ。鮮やかな接戦で突破。ここからシュート。ドライブシュートだ。横っ飛びで鋭く反応。さすが若林くん、ナイスキャッチ。このボールのコントロール、それ、圧倒的パワーで吹き飛ばした。よう、ナイスプレー。これでいいよ。必殺とロングパスだ。ケイジング君、ナイストラップ。トランプの方に行くか。素早く横に倒す。ロングボールを送るアーサー君。これはうまく送れた。これが非常にいいだ。これは見事な攻撃だ。ナイスプレー。ドリブルでボールを運ぶ。ドリブルを見送る。あっと、まさに脅威。これは見事な連携シュートだ。正面から受け止める。止めた。ボールは離さない。逆サイドにボールを送る。パスを出します。カルロス君、これはいいんだ。まずい。カルロス君、今からまずい。ボールを浮かせてない。止められるか。ブラジル、ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくるか。必殺のシュートでボールを狙う。世界一の選手は俺だ。嘘みたいだ。それ、
目にしてやるぞ。ペペ君、反応だぞ。簡単に壊しちゃうぞ。若林君、このスライディングが決まった。これは到着だ。ここはクリアだ。
ここからチャンスを作れるか。はっ、任せます。絶対を超えて攻め込む。全然できません。さあ、反転差いいプレーだ。ここから長い距離のパスを狙う。ペペ君、ロングボールを送る。ここからチャンスを作れるか。みんな、分かってるな。ここでボールの攻撃を仕掛けてくるか。スライディングで止めた。エスパルス、なんだと。確保だ。さあ、鮮やかな前転。まずいぞ。前転で強化。なんだと。まさにフィールドの貴公子。見切った。あれ2枚途中でボレーシュート。また決めろ。やったと。すみません先生。ドリブルと見せかけてパス。ここはパスを出した。さあ、エルナンデスくん、ここからチャンスを作れるか。ナイスじゃねえか。表記の華麗なもの。これは華麗に回転をかけたシュートだ。いざ一歩も動けず。エルナンデスくん、鮮やかに決めた。
見事